さあというわけで LJ リーグ 第1週第2試合第2ゲームですね、沖縄の虎 VS デトネーションフォーカスミーのゲームを見ていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあブルー側に陣取ったのがデトネーションフォーカスミー。さあカメラがちょっと来てないですね、パープル側に陣取ったのが、沖縄の虎となっております。さあカメラの方が、もうちょっとしたら来るとのことなのでお待ちください。さあレネクトン、カイル、レブランク、カサリンが番になってますね。さあレネクトン番、はい、どうなんですか。レネクトン番、そうですね、やはりレネクトンに対して弱い、はい、序盤レネクトンに対して弱いチャンピオンというのはかなりの数いるので、これ安尾まあ安尾もその1体には入りますね。はい、さあさあソロバロンプリーズという来てますね。ティーオピックプリーズって子供来てますね。はい、さあ何行きますね。さあカジックスバーン入りましたね。そしてグラガス。さあこれは見せピックなのかさすがに見せピックでしたね。まあまあ、はい、まあまあまあスレッシュそしてという形です。沖縄側のバンは先ほどと変わらず、はい、もう完全にセロスさんのメタバンですね。そうですね。さあそして、バイを見せてといった形ですね。さあバイはロックして、さあカジックスただ先ほど使ってたのに自分たちからバンしましたね。まあおそらくそういうバンをすることによってスレッシュをファーストピックできるので、はい、まあ、カジックスよりスレッシュの方が欲しかったですとか、そういった、はい、カジックスを欲しくないというよりは他のチャンピオンにもっと比重を置きたかった、はいはい、ということでしょうね。さあこうなりますよね。はい、レネクトンをバンされたらもうジャックスを止める手だてが非常に少なくなるので、はい、確か僕の情報によると骨川鈴江も選手は、はい、ジャックスそれなりに練習されてるんですよね。確かあの風邪から治って結構な量をジャックスやられてるんですよ。6プレイングされてるので、まあ、かなり得意とされてますので。さあそして、最初に冒頭にもあった通りアムム人形置いてますんで、アムム使ってほしいなみたいなところもあります。さすがにバイ相手にアムムは辛いものがありますけれど、そうですね、まあ、あのレネクトンをバンしておいてジャックスを取るというのは一時期韓国の OGN でもすごく流行して、はい、で相手がレネクトンをバンしたらこっちがジャックスをバンしないといけないというくらいの力関係なので、おイブにですね。おとイブ、おーロック来ましたね。イブさあ結構強気のイブ、そして今お見せで言ってますがまあアブマあえてピックしないというね、この形。まあ今イブの確か、はい、ビルドがリザード王権なんです。ああまあいろいろありますね、はい、それはダイヤモンドブロックスさん、ガンビットゲーミングの、はい、彼はルインドキングルートを非常に好んでいますが、はい、プロの間でも意見の分かれるところなので、なるほど、はい、さあ信者間違いないと思いますが、おおゼドもロックしますか。ゼドですね、はい、一番自信のあるチャンピオンになるでしょうか、セロス選手は。そうですね、はい、まあ、シングドはジャックスに対するカウンターとしては、はいはい、まあ、レネクトンの次と言っていいくらいの、かなり強力なカウンターなので、はい、これは良いピックですね、レーニングに関しては、はい、ただイブジャングルどう見ますか。そうですね、あまりこの沖縄の構成を見ると、はい、イブが行きづらい構成かなとは若干思うんですけれども、どういった点が行きづらい。そうですね、やはりイブジャングルをするには先手先手を取って、はい、こう自分が先手を取ることによって相手に動きを読まれないというようなことが必要になってくるんですけれども、はいはい、フォーカスミー側が比較的スロースターターといいますか、はい、シングドにしてもゼッドにしても、その序盤からすごく強いチャンピオンというわけではないので、それとの相性を考えると、まあ、例えばリーシンであったりエリースであったり、はいはい、この序盤の部分を補強できるチャンピオンに比べるとどうなのかなというのは若干あります。さあというわけでピック決まりましたね。さあブルーガリジンドっていうのがデートネシフォーカスミーですが、シンジド、イブ、ゼド、ルシアン、そしてスレッシュという構成になるでしょう、おそらく。ちょっとまだ、あ、そうですね、動いてますね。対する沖縄の虎が、画面右側パープルサイドですね。ジャックス、バイ、ジークス、グレイブス、そして、レオナという
ですよ。さあロジョ選手が、グレイブスとかなんですけど、これソロ級でケイトの次にやっている。なるほど。実は、エディ・キャリーのチャンピオンですね。まあオールインポテンシャルに関しては青鷹選手とレインブレイン選手が談笑されてますが、はい、まあ、それはさておき、そうですね、ポーク性能に関してはルシアン・スレッシュというコンビの方が圧倒的に上なんですけれど、はい、グレイブスと、レオナのオールインはものすごく強力なので、まあお互い異なる長所を持っているコンビということで、はい、どちらがそれをより発揮できるかというボットレーンになりますね。でまたボ、トップレーンに関しては先ほど申し上げたようにかなりシングドが有利なレーンなんですけれども、はい、シングドに対してバイというのはかなり序盤のギャンクが刺さりやすいジャングラーなので、はい、そこで、まあ、バイがトップに行くことを選択するかどうかですね、うん、さあというわけでサーモナースペルをオープンして見ていきましょう。さあデトネーションフォーカスミーガーワーは、フラッシュ4枚からのゴースト1枚ですね。イグナイトが2枚、バリア1枚、エグゾススナイトという形。はい。さあ沖縄のトラは逆にイグナイトは3枚、オールフラッシュからのバリアスマイトということで、すごく分かりやすいみたいな、まあ、ジグスで Z 相手にバリアを持たないというのはものすごく強気なので、はい、まあ先ほどもユング選手そうだったんですけれど、ね、相当自信があるんでしょうね。ヤン選手相当自信あるでしょうね、はい、あとはまあ注目していただきたい点としては、はい、シングドでテレポートゴーストなどをする方が多いんですけれど、はい、ここはユータプロイド選手先ほどとは打って変わってテレポートを捨ててゴーストイグナイトということで、まあ、確かにジャックスと、対戦する際は序盤からかなりプレッシャーをかけていく必要があるので、ね、はい、イグナイトを選択していきましたね。いや会場内もでも本当に盛り上がってていい感じですね、はい、ぜひもっとやってくださいもっとやってくださいというね、お達しが出てますがさあちなみに集団戦レオナがサポートに来て、はい、グレイブスしかもバーストが出るチャンピオン、レーニングについてこうスレッシュというのはかなり気をつけなければいけない。そうですね、バイが一度ウルトを覚えると、うん、バイがウルトで入ってきてレオナに飛びつかれてそこにグレイブスがバーストを打ち込んでくると、はい、もうこれは絶対に死ぬので、はい、かなり立ち位置であったりワーディングには気をつけないとピックはされやすい、ボットレーンの、はい、量が揃っていますね。まあ、それに対して、まあ、ミッドレーンを探ろうといったようなんですが、ジャングルバイはカウンターで入ってきますか、イブ相手に。そうですね、イブ相手というのはやはり非常にカウンターしなければいけない相手なんですが、はい、バイはまあいいとしてトップがジャックスなんですよね、はい、これが例えばトップレネクトンとかであったら、序盤からレネクにトップを押させると、でトップのウェーブを有利にした後でした上で、レネクと一緒に相手のジャングルに入っていくと、はいはい、いうようなことは可能なんですけれど、序盤に関してはジャックスが非常に弱いので、そういったあの一緒にカウンターに来てもらうとか、はいはいはい、トップをプッシュしてもらう、そういった動きは困難なんですね。なので、若干カウンタージャングルは、トップ側に関してはしづらいかなというふうに思います、はい、さあまさにカウンターでの、勝負のトップレーンといった感じですからね。まあ、ただ、ユタプロイド選手は確か TPA、IEM で TPA と戦った時にですね、はい、新次郎を確かメタバンさせたという、ありましたね、はい、ものすごいビルドを見せてくれましたけれど、まあ、先日の試合でもね、ボイドスタッフであったり、はい、通常であったら絶対に購入されないようなアイテムを、そうですね、されましたね。さあ、イブ、どう決めそうですね、こけるかキャリーするかの、はい、2択みたいな構成なんですよね、これは。今なんで、はい、王権とそのリザードって流行ってるんですか。まあ、あれははっきり言って個人的にはそこまで強いと思わないんですけれど、ただダイヤモンドプロクスさんがですね、あのビルドですごく活躍していたので、もうみんな真似していると、そういう状況ではありますね、はい。逆にどういったビルドがアスカさん的には強いと思いますか。いや、個人的には今でも AP 寄りの方が強いと思うんですけれどね、はい、まあ、そこはリザードはどうします、はい、でもそうなった場合、まあ、リザードはあってもなくてもいいけれど、個人的には今は微妙だと思っています。まあ実際ね、ダイヤモンドフロックさんがそれで活躍しているわけですから、まあ、私なんかがこんなこと言うのもおこがましいんですけれど、はい、はい、ちょっとですね、オンライン側の、ユタプロイド選手、そうですね、ロードがちょっと止まってますかね、ちょっとまずいです。はい、さあ、少々お待ちください。
さあ、というわけで、止まっておりますが、いつ復帰ですかね。復帰コールで、行きたいと思います。さあ、集団戦は見た感じ、僕個人的にはパープルサイド側が有利かなみたいなの印象はあるんですが、飛鳥さん的には。まあ、ジャックスの育ち具合にもよりますが、そうですね。あともう一つ、注意すべきなのはピール性能に関してはスレッシュの方がレオナより高いですし、はい、トップレーナーを比べても、まあ、ジャックスが味方のためにピールするというのはまずありえないんですけれど、まあ、ね、はい、シングドの方はピールもできるしゾーニングもできるというチャンピオンになっているので、仮にルシアンが育ってグレーブスが腐った場合は、はいはい、集団戦において FM がかなりやりやすくなりますね。あ、なるほど、はい、なので、まあ、まずその AD キャリー、まあ、この構成に限らず AD キャリーはもちろん重要なんですけれど、 FM 側はピールする手段が豊富なので AD キャリーは、かなりダメージ出しやすい状況になっていますね。はいはいはい。いやー、まあ、ルシアも序盤からバーストかなり出ますからね。そうですね、まあ、オールイン性能に関しては沖縄側の方が上なんですけれど、はいはい、決して、FM 側のデュオレーンが低バーストというわけではないので、はい、さあ戻ってきましたね。LJ リーグ第、1周第2試合第2ゲーム開始です。さあ見ていきましょう、皆さん盛り上がっていきましょう。さあ、ブルーが虹に取ったのがデトネーションフォーカスミー、パープルが虹に取ったのが沖縄タイガーズと書いてますね、表記では、画面表記では沖縄タイガーズ虎なんだけど、ちょっとかっこいいですね。ターゴン来ましたね、レオナ。おっと、さあ今どうなんですか。そうですね、個人的にはですね、はい、まあ、レオナはそもそもドランチルドとの相性が非常に良い上に、相手がスレッシュルシアンということで、はい、結構一方的にハラスされる展開が予想されますね、はいはい、なのでここはドランチルド、まあ、ほとんどの人がドランチルドを選択するシチュエーションだとは思うんですけれど、はい、はい、ここでかなり珍しいスタートアイテムとなりますね。そうですね、さあ結構強気な形といったところでしょうか。そうですね、あとこのルートを行くということは、まあ、途中で買い替える可能性もなきにしもあらずですが、はい、タリスマンを購入しないということなので、はいはい、そうなってくるとシングドやイブリンといった MS が非常に速いチャンピオンが走り込んできたときに、特にそれに対する対抗手段がないと、はい、いうことで仕掛けられやすくなる、逆に自分たちから走り込みにくくなる、そういうデメリットがあるんですが、さあ、まあ、結構序盤そのレリックでレーンだけ稼いでマナー管理して、はい、まあ、売ってコイン買うみたいなパターンもありますからね。そうですね、はい、一応ありますが、どうでしょうね。ユタプロイド選手は新自動やったら絶対この方ドランズリングを買うんですよね。スタートアイテム、まあ、シングドは一般的に思われているほど序盤弱いわけではないので、はいはい、一度綺麗に毒とそしてフリングが入ればレベル2でもキルポテンシャルがありますから、それを生かすためのドランズリングですね、はいはいはい、あと、まあ、おそらく確認していませんがユタポン選手は AP クイントではないでしょうか。そうですね、 AP26 ですね、はい、現在マジックペネトレーションも7、ハイブリッド型積んでましたね今画面見ると。さあ、バイは沖縄ウルトラは青バフから、そしてアナレス選手イブは赤バフからとなって、あ、グリフが AP ですかね、これですと。さあ、まずはレーリング、お互い CS 取っていってのお金貯めて経験値貯めて強くなろうというターンですが、いかにここで有利を築くかが非常に大事になってきますね。さあ、レオナ捕まえますがまだレベル1。さあ、そしてロジュ選手のライフはかなり低い。あ、全く同じタイミングですね、ジャングラー。ただイブはちょっとマナがきついか、サーバフ取ってといったところ、場合の方バグナイクス選手の方が少し楽にジャングルを回っている形。さあ、捕まえて E はちょっと当てれないか、少し届かないと判断。ユタポン選手しっかりとトップをプッシュして Y が来るタイミングでワードを刺しているので、はいはい、おそらくそのワードを刺されたというのは、ジャックスの報告で Y も分かっているので、これ回っていきますかね。ああ、行ってますね、回ってますね、はい、3サロに刺したの今見られていると思うので、さ、これは刺さりますね多分。これはさあ刺さるか、 Q を貯めて、いや避ける、ただジャックスのスタンは避けるからの追撃をしていく。
今ちょっとミスコミュニケーションあったんですかね。ジャックストバイの動きが、はい、若干合っていなかったんですが、はい、さあもう一度ただ寄ってますね。さあただミッドレーンでも待機しているので、どっちが先に、キルが起きるのかといった形。さあネロス選手も、待機、そしてバークナイクス選手も待機してるんですが、お互いのジャングラーは、どうやら諦めてといったところ。ボットレーンはただ、さあ仕掛けてスタンはただ決まっていない。ゴリラ選手素晴らしいブリンク判断。さあバイユまたミッドに来てますが、Q 貯めているが、ここ当たるか当たるか当たるかと当たらない。まあミッドは6枚にギャンクが刺さることはまずないと思うので、はいはい、はい、あまり、ワイはミッドに顔を出してしまうと他のレーンへのプレッシャーがもったいないですね。おお、なるほど。まあゼードは特にそうですね。はい、ブリンク性能、まあよほど W を無駄遣いしてくれない限りまず決まらないでいいですね。レベル6になれば、逆にウルトラ仕掛けてくるタイミングで入ればといったところ。さあまた、入ってきてますか。さあカウンター狙ってベイトしてと、一瞬の判断でバックですね。さあそして逆にセロス選手がこれまずいんじゃないか。赤バフはきっちりブリンクアウトして、少しキルには繋がらない。バイはミッドに行きたくないんですが、イブの圧力でミッドに行かざるを得ないみたいな。そうですね。ボットレーンはどうやらデトネーションフォーカスミーンが、かなり押せ押せー。さあただうまいうまい、アン選手。さあそしてフラッシュアウト、フラッシュ、赤バフワーストブラッドドットのバックナー X。 いやー、ヤン選手のジグスのダブル横も素晴らしかったと思います。そうですね、お互いかなり HP がカツカツの状態だったんですけれど、少しもったいないですね。そうですね、かなりの心理戦起きましたね、ミッドレーンでは。まあお互い、先ほどトップでもそうだったんですけれど、ジャングラーがもう帰って、はい、おっとイグナイトからこれ当然、おーっとライフが出た。ヤン選手素晴らしい判断、ナイスプレーですね。これミッドレーナーとしては一番心が折れるパターンなので、ちょっと Z 苦しい時間帯になってきましたね。はい、さあ聖杯、そしてアーマー買ってといったところ。ただとにかくロジョ選手は先ほどからかなりきつそうですね。そうですね、やはりフォーク性能の負けっぷりが、はい、尋常ではないので、ね、スレッシュの通常が先ほどから刺さっているのに対して、レオナが少し何もできていない。で加えてスレッシュレオナというのはですね、はい、レオナの E の飛びつきがスレッシュの E で打ち返されるので、はい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 、一度6になってしまえばウルトという、まあ、その防げないスキルから仕掛けることができるんですけれど、6枚に関してはスレッシュが圧倒的に有利かなというふうに思います。じゃあ逆に言うならば、もう早くいい打てよみたいな、待ってる状態、まあ、そうですね、はい、待っていながら通常でハラスをするっていう、はい。さあレベル5、それをそろそろ、来るタイミングになってくるでしょうか。レベル6というタイミングで、ブレイブス、レオナともにレベル6は非常に強力なので、先に6になって仕掛けたいマッチアップではあるんですが、はい、まあ、当然ながらこのように押し込まれて EXP 負けしている状態なの で、 そうですね、なかなかそうはいかないですね。さあイブが、そしてこれは青さすがに、はい、スティールですね。バイ・バークナイク選手はレベル6でトップレーンに向かっています。さあスティールはどうやら成功しそうですが、信じろよとプロイル選手に Q が入って、これウルトが R、 さあ打ち上げてジャックスのスタンも入って、素晴らしいコンボ、動けない。まあ、しかしドラゴンをちょっと辛いですかね。まだそうですね、青バフはスティールすることには成功しましたがといった感じですね。ドラゴンはちょっと厳しいか。さあ一度リコールをかけてといったところ。おお、ちょっと珍しいですね、セプターから買うっていうのは結構珍しいんじゃないですか。そうですね、しかしまあ相手がジグスで、はい、ただこれイブが入ってきますよ。ただレオナ E から綺麗にフラッシュアウト、ウルトは入ってますが、カマはフラッシュアウト、2フラッシュダウンですね。はい、結果的にお互いのサポートのフラッシュ、そしてグレーブスですかね、フラッシュが落ちたの。はい、あ、3フラッシュダウンですね。そうですね、はい、そしてレオナは今イグナイトも使ってしまったの で、ね、はい、倍が結果としてレベル6になっても、さあこれは間に合いますね。ああっ
攻を避けているが、9がレオナのウルトフラッシュアウト。さあ、バイはウルトがないので、諦めてますね、クルナ。さあ、ゼノのウルトから、さあ、打ち合いになってますが、あ、タワー一発もらったぞ、ただ、いくらじゃ出てってほしないが、いいが、いや、ライフはギリギリ。お互いのライフはギリギリ、200ライフ、さあ、バイが入ってますが、これはアネラス選手がきっちり見えているので、ピンゴを鳴らされている。さあ、ヤン選手のライフも142、お互いローライフですが、これは、ウルトがないが、1キル拾えるか、拾って逃げ切れるか、ダブル展開して逃げ切れるか、Q が上がるか、いや、きっちり。セロス選手のズレード援護、あれがやっぱイブの特徴ですかね。そうですね、やはりピンクワードが全くない状態ですので、はいはい、イブは現在フリーギャンクと言いますか、はい、フリーに動いている状況。やっぱイブが来るとピンクを置かなきゃダメですか。まあピンクを置くよりは相手の森にワードを刺すのが理想なんですが、森の中で出会ったが、バクダX選手の場合は強いぞ。アデラス選手ダブルバフ持ちなんですが、これはダブル展開して一旦逃げ切るか、青バフ、ただこれはあエタプロイズ選手寄ってますね、新自動。さあ一度投げるでしょう。これは Q を待ってますね。あ、Q 待ってますか。これは Q 貯めたタイミングで投げたいが逆に捕まってしまう。さあ素晴らしい沖縄のトラのグルーピングなんですが、 F といい勝負している。さあただ毒で骨が進む。さあ1キル拾いますが、新地のダブルキル、ユタプロイド選手。今の倍の Q で逃げるのを、はい、そうですね、待ってから、はい、Q を打った瞬間にフリングしてしまえば、はい、あのダッシュがね無効になるので、はいはい、それを待っていたんですけれど、そこにすかさずジャックスが、飛び込んできましたね。そして今、2キルともシングドに入ったので、はい、ここで仮面購入しましたね。お、まあ、あまり、はい、一般的なビルドルートではないんですけれど、はい、ジャックスは序盤のうちにこかしておかないとえらいことになるので、まあ、かなり珍しいビルドルートではあります。はい、そうですね、まあ、大抵涙とかで、はい、ティアーかロアですね。そうですね、大体多いのはそちらということになってますが、ただ実際問題そういったビルドをするとジャックスに勝ちきれない、ケースが非常に多いので、最近ではこういうティアーもロアも積まないというビルドがちょくちょく、散見されます。はい、さあそしておっと、ただレオの仕掛けて、これはマー選手捕まってますが、ウルト止まんなか。ただボリラ選手がフリー、ボリラ選手がフリーですが、イグナイトでダウン。さあウルトで綺麗に1キル拾うことに成功する。さあこれは素晴らしいプレー、ゴリラ選手。さあバイが寄ってきてますが、ゼドがきっちりこれは、判断してますね。今キル入ったのがレオーナと、ルシアンなんですね、はい、なので交換自体は1-1なんですが、おーバイの Q 見てからウルトを避け、さあバイもウルト展開してヤン選手が援護に来ている。ジグスのウルトはなんとブリンクで避けている。さあお互いは、ただこれはヤン選手1キル拾って、もう1キルはどうだろう。アデラス選手、あーただジャックス援護が早い。この間スジも非常に早い沖縄トラグループアップ。今のは仕掛けてからではなく、はい、もう仕掛けるためにジャックスが降りてきていたので、あーなるほど、はい、その点、ロームの速度という面ではちょっと、はい、明確な違いがありましたね。はい、いやただこれドラゴンはしないですかね、降りてきて。降りますね。そうですね。さあそろそろ、金額差ちょっと見ていきましょうか。やはりジャックスの CS が落ちてますか。新次郎が現在84に対して70、若干ですね、これぐらいでしたらよくやっている方だと思います。逆にいいですか。はいはい、ミッドレーンはゼドが69に対してのジグス83ということで、ホワイアン選手が勝ってますね。まあ、ミッドレーンに関しては、はい、そうですね、キル数の方が大きいですね。じゃあそしてボットレーンはこのゴリラ選手が、先ほどから、ロジュ選手を圧倒しているというか、はい、やっぱグレイブスはレンジが短いというのは、まあ、厳しいですね。特に相方がレオーナなの で、ね、うん、オールインできればいいんですけれど、まあ、例えばこれ相手がソナのようなサポートでしたらこうはならないんですけれど、スレッシュというオールインにも強くかつポークも強いというチャンピオンなので厳しいですね。まあ、ナーフしてほしいですね、はい、正直な感想としてはランタン削除してほしいですね。おっとただこれも捕まえてますか。いやそのたんびにこのマー選手がいいできっちり弾いてるんですよね。
さあ、うおークックで捕まえてたまらずレオナ、ウルトゴリラ選手もウルト展開しますが、ロジ先生はよく出る。さあ、そしてバークダー X 選手が来てますが、アザラ選手も来てる。さあ、フラッシュアウトして、フラッシュインからいいから飛び込んで、ジグスのウルト、ヤン選手のウルトの真ん中、素晴らしいナイスキル。バークダー X 選手が強いが、ナイスバリア。さあ、ゼロも寄ってきている、ウルトから、これはダブルキルか、ダブルキル、ゼロス選手が、ダブルキルはあるか、いや、1キルだけ、1キルだけ、もう1キル拾えない。さあウルトのダメージを当てる最中にダメージが入らなかったのでといったところ、ユタプロイル選手はライフが低いが、これはいい勝負になっている。ジャックスもちょっと危なかったですけどね、ライフスティールで、そうですね、ただジャックスがヘクスドリンカールートを選んでいるので、はい、これはもうレーンで何としても耐えてやろうと、勝ってやろうというビルドですね。はい、いやまあ現状ゴールドこそ、フォーカスミーが、はいはい、2K ほどです、1.5K ぐらいですかね、負けているんですけれども、はい、まあ、最初に話した通り、ピール性能という面では、フォーカスミーのチームの方が上なので、そうなってくると、現在のようにルシアンが育っている状況、はいはい、集団戦においてうまくやれば、フォーカスミーが、ルシアンの DPS で勝てるというような展開がありえますね。まあ、例えば、ジャックスがルシアンに飛びついてきたところで、はい、まあ、このように投げ返してしまえばいいわけですから。ただ、真珠郎少し辛そうですか。まあこのレベル帯になると火力的には大体互角ですね、はい、もちろんあの棒出しで殴りやったらジャックスは勝ちますけど、はいはい、うまく回答すれば五分五分ですかね。ドントチェイス真珠郎っていうね、はい、さあそんな中トップレーンについに意識がどうやらジャングラーで回っていますが、確かにレベル差があるんですね。さあバイガー、おー、きっちり避けるアネラス選手、Q をきっちり受けるバークナイクス選手は税がひれ回ってたいところですね。これはウルトは上がっている、サピンコワード刺していますが、これを新地のが前に出ているため、それを狙いに行くが Q を食べて、 Q 渡る、避け先に当てていくが、これは無理はせずですね。さあそしてゼドはこれをヤンス選手きっちり、横に寄ろうという展開はワードで確認。ヤゴリラ選手の強い、非常に強い。さあそして投げて捕まっていますが、バークナイクス選手も入ってくる。さあジャックスが一の対にフォーカスは、さあアデラス選手フラッシュアウト。さあユタプロイル選手の新次郎が止まらないか、止まらないか、バック投げて毒ダメージが、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 あと一発ですが、さあここでゼロがウルトで新次郎が、新次郎が戦った、ダブルキル。あー、これはジグスのウルトは当たらない。ヤー選手、いや、ゼッドミッドのウェーブをもう諦めてさっさとロームするっていう判断が早かったですね。はい、かなりウェーブ的には押し込まれていたんですが、そうですね、タワーおごられましたからね。はい、ちょっとおそらくなんですが、先ほどジャックスがですね、はい、Y のギャンクに合わせようとして E を打った、うん、その後に E のクールダウンが回復する前に、先ほどシンジが仕掛けていったので、はいはい、ジャックスとしてはちょっと逃げづらい状況でしたね。あ、さあさっきのトップの攻防なんですが、結構響きますかね。そうですね、まあ、ただタワーにつながったわけではないんですけれど、はい、はい、レーンでせっかく Z をいい感じにこかしていた状況で2キル拾われたので、はい、ジグスとしては非常にやりづらいですね。おお、すごいですね、大喧嘩をずにブルタラからラストイスパー、はい、まあ、先日もちょっと話題になっていたんですけど、セロスさんの Z は、ルインドキングを買わないと、アーマーペンをひたすら積むというスタイルですね。確かヨウム買うんですよね。そうですね、ヨウム、ブラッククリーバーラストイスパーという、はい、ビルド。ちなみにチラッと聞いたんですけど、はい、ヨウムなんで買うんですかって言って、王権でもいいじゃないですか、まあ、チラッと聞いたんですけど、はい、あの王権嫌いだそうです。なるほど、はい、そうなんですよ。でヨウムが代わりにそのムーブメントスピードも上がるのでっていうことらしいです、ね。まあ、ルインドキングはですね、あるとないと Z というチャンピオンの難易度が大きく変わってくるので、はい、あれがあるだけでものすごく簡単になるんですね、はいはいはい、なのでそれを買わないということは相当腕に自信がないとなかなか、はい、リスキーなんですが、まあ、セロスさんは現にそれで結果を残してますからね。さあそしてフォーカスミーのどうやらワードが、これはドラゴンもしくはボッ
ットへの行くためのワードを展開されていますね。ダックスがだいぶ遅れているので、そうですね、はい、これは取れますね。おお、素晴らしい、マウス・エンシロスレッシュ、これはいい時間稼ぎ。さあフリードロー、さらに引っ張っていくが、これはリアルギリサポの選手もウルトで入っていますが、どうなる。さあゼロが1キル拾って、ジグスも1キル拾ってますが、ワリラ選手のルシアンが強い、止まらない。さあセロス選手ダブルキル。さあルシアンも強いぞ、ルシアンの火力が強いが、ジャックスシャットダウンするが、するがルシアンきっちり引き打ちして、ナイスキル、ワン、ツー、フォーエースですね。ツー、フォーエース、完璧でしたね。しかし今沖縄としてはちょっともったいないプレーとも言えますね。はい、スレッシュのルートで阻まれた時点で、はいはい、明らかにスティールが間に合わなかったので一旦下がるべきかなというところでしたが、まあ、もし今マー選手のスレッシュのグラブがですね、はい、グレーブス以外に当たっていれば、まだ集団戦の行方は分からない状況でしたね。まあ、このグラブが良かったですね。ここでグラ、あ、そうですね、はい、グレーブスが捕まってしまう、まあ、本来あれグレーブスはレオナの後ろを歩きながら入ってくるべきだったんですけれど、はい、ちょっと急いでいたために横に立ってしまいましたね、はい。さあ、そして新次郎はジグスとイチャイチャしていて、あとは、骨川スジム選手がこれだなということです。やっぱルシアン、先ほど言われた通りエイリー・ケリーが育っているとか、そうですね、沖縄側でですね、グレーブスがあまり育っていない、逆にジグスがかなり装備を揃えているということで、シンジとしてはもうグレーブスを無視していいと、 ADC 同士ではこちらの火力の方が上だから、 ADC を無視して自分はジグスに張り付こうと、そういった動きが可能になって、今現にそういう、はい、展開でしたね。さあ、そしてイブがどうやら完全ガチ AP ですね。そうですね、はい、これデスファイアですか。まあ、デスファイアルートは E のダメージ変更があったせいで以前ほどは有効ではないんですが、はい、この買い物を見るとその可能性が高そうですね。素晴らしいダメージがさあ出ますね。まあ、ランタンで逃げ返ると。さあ、ゴリラ選手相当ゴールドが溜まっているので次のリコールで一気に、そうですね、はい、2100ゴールドを溜まったんですね。スタティックシブは、ああ、これはでもこれトリニティかラストイスパーどちらかですね。まあ、構成としてはトリニティの方が、そうですね、はい、考えられますが、まあ、ファージ作りたいですからね。ダブルからムーメントスピードアップしてさらにファージの効果です。おっと、ただ捕まえて、これはバグラー、素晴らしいカマが入ってる。バグラー X 選手はこれたまらずウルトで逃げて、ジグ、さあジグスのウルトど真ん中が、さあただゴリラス選手のウルトも決まっていますが、これはゼドのウルトでダウンする。セロス選手素晴らしいダメージ計算。さあ、そしてドップレーンではヨタプロエル選手とジャックスとの殴り合い、小競り合いになってますが、タワーゲットしたのは新次郎、ヨタプロエル選手。さあ、ネロス選手はもう一度狙う動きをしてますが、ヤン選手がそれをさせじと妨害しますね。そうですね、やはりルーインドキングゼッドを見慣れているので今もダメージ足りないなと思っていたんですけれど、はい、このビルドだからこそ今足りました。さあ、これはダイブを狙ってますね。狙ってますね、これは。さあ、ただ、あ、バレましたね、アネラス選手。バレましたね、今、下がってますね。さあ、バークライク選手が一度、見つけているので、こっちにいるだろうということ。これ、見えてないと思うんですけど、見えてますかね、見えてないと思うんですけど。見えてないはずですが。はい、完全に見えているような動きをしてましたが、びっくりマークは出てないので、ステルス中なんですよね。ちょっと怖いですね、今。さあ、ワードが大量にあるのでですね、リアルガルサーボキナルトラきっちりワードを配置をしていく。さあ、赤バフあるかどうか音で確認。さあ、ワードを、いやー、ユタフォンス選手の新人は相変わらず珍しいビルドをしますね。オーメン行きましたね。そうですね、オーメン、これは何に変わるんですか。上位仮面ですか。あー、トムですか。そうですね、上位仮面あるいは、クリスタルセプターの材料だと思いますね、はい、普通でしたらクリスタルセプターなんですが、ユタポンさんなら上位仮面かもしれないですね。なるほど、はい。ちなみに骨川スジエモン選手、はい、まあ王権からヘックス行ってますけど、はい、ここから何を買いますかね、まあ、そうですね、本来でしたらトリニティが欲しいところなんですが、はい、まあさすがにここからトリニティに行くとちょっと、防具が遅れすぎるので、はい、まあひとまず忍者旅を履いて、そこからガーディアンエンジェルなり、オーメンなり防具ですかね、1点。おー、さあ、まあアーマー1個買ってますからね。そうですね、忍者旅だとは思います、ね。まあ、対面は、シンジドなんですけれど、
そのふたは大体 AD ヘビーさあ、これは捕まってますが、はい、逆に強い、ジャックス強い、ジャックスが強い、俺がスジエも強い。さあ、エタプロイス一周は逃げざるを得ない。ドントチェイス新自動ですね。さあ、素晴らしいバースト。バークダイックス一周が一度ヘルプには来てますが、投げられ、Q 見てから投げる。さあ、ウルトでタワーダメージをきっちり当てていきますが、これポニセロス選手、ウルト決めていく。さあ、きっちり R でブリンクアウトしてナイスキル。さあ、ヤン選手のジグスも寄っているが、寄っているが、少し怖いか。あ、沖縄のトラ、少し厳しい状況になっている。ボットレーンは2オン2で常に押され、トップレーンの展開でデトネーションフォーカス、ミーが思うように展開を動かしますね。あと今、まあ、1キル取っただけなんですけれど、ただ、おー、素晴らしい、これは素晴らしいキャッチ。ちょっと諦めが悪かったですね。タワー折れかけのところで非常に危険なタイミングなんですが、はい。それとですね、先ほどバイが死ぬ直前にフラッシュを反射的に打ってしまっているので、はい、今フラッシュがないんですね。はい、絶対逃げ切れない状況だったんですけれど、 Z のウルトを打たれた後にフラッシュしてしまっているので、あと4分間くらいですかね、はい、ちょっと仕掛けづらい状況が沖縄側としては続きます。はい、さあ24分10秒ということで15キル VS10 キル、タワー差は3本差ですが、オブジェクト5000ゴールド差が約についていますね。さあ、そしてきっちりドラゴンのタイマー管理して、マー選手のスレッシュがもう逃さないか。ただジャックスが非常に強い強いんですが、狙う選手が1キル。さあ、フラッシュをミスったか、骨川スジエモン、そのままレオナも捕まっていますが、フラッシュアウトですね。ドラゴンゲット2キルデトネーションフォーカスミー。さあ、マー選手のスレッシュが捕まえて、いいで取って、ゴリラ選手が処理をしていく。完全にノリに乗ってますね。どうですか、この先ほどバロン、ドラゴン側に関しては、はい、遠くのワードで見えていた敵、まあ予測してそこに打っていったんですけれど、はい、今のミッドに関してはもう勢いという感じですね。はい、そうですね。もうなんか投げたら捕まえてるみたいな、はい、ちょっとエキシビジョンマッチの時をちょっと思い出しますよね。ありましたね。はい、ありましたよね。さあ、そんな中そろそろバロンを、意識するような時間帯にはなってきてますが、トレンディフォース完成しましたか。しましたね。はい、先ほどのリコールで、あ、そしてヨーム、やはり言った通りヨーム行きましたね。はい、うん、そしてさらにそこにブルートライサーがあるのでこれはクリーバー用ですね。はい、さあ、新自動ユタプロイド選手を狙う動き、バグナイクスの場合ウルト決めて、さらにジャックスのスタン決めて、Q が届く届くが、ただチェイスが早い、チェイスが早い。さあ、そしてヤン選手がセロス選手に捕まっていた。あー、セロス選手がアーマーペネトレーションが現在49の 39% というですね。さあ、沖縄のトラ少し辛い状況にはなってきましたが、さあ、ロジョ選手がこれはちょっと逃げるような展開にはなってますが、タワーデッドできるがうまくやればできそうですね。さあ、ここのチェイスはうまくできるか。さあ、ただマー選手が捕まえるか、いや、ギリギリ届かない、届かない、いやが捕まりましたね。さあ、ゴリラ選手ナイスキル。さあ、そして今度はジャックスにアネロス選手が、さあ入っていって、新次郎投げているとプロリ選手、さあ逆に逃げてからの展開、スタン決まる。さあ、狙っているのは逆に攻撃を仕掛けているのはジャックスだが、レオナがうまい、いい位置に入ってきて、さあウルトがちょっと決まっていないか。さあ、そして、グループアップ展開早かったんですが、ただミッドレーンで、そうですね、はい、ミッドレーンでまさかのゼロ無双が、セロス選手が止まらないか。さあ、そしてゴリラス選手、赤マフ持っている。そうですね、今の状況は絶対ミッドを1対1にしてはいけないシナリオだったんですけれど、はい、はい、それとの状況でちょっとトップに構いすぎていましたね、沖縄側が、ね、はい。さあ、そのままデトネーションフォーカスに一気にバロンに展開していきますね。ああ、ナイス、バロン。さあ、気づいてみれば赤トリンケット3個所持ですか。そうですね、はい、まあ、試合を終わらせに行っているので。なるほど、オラクルレインズが1個ですね。さあ、対するロジョ選手はこの青トリンケットなんですよね。ちょっと珍しいですね、はい、以前ユタポン選手がよく AD キャリーの時に、はいはい、購入されていましたが、同じセンスの持ち主ですね
さあそんな中、いやちょっと沖縄の虎はワードの量が少し少なめになっているでしょうか。こちらのピンクとこちらのワードがあって、もう一個今レオナがどこか置きに行きたいといった形でしょうか。そうですね、バロン側をもう総じて、ワードをクリアされてしまっているので、ここですね、こちらにちょろっとあるぐらいですね、はい、さあ対するデトネーションフォーカスミーは少し視界量が多い形ですね。まあバロンしっかり取って、あとミッドレーン、ね、これは仕掛けますかね、Z。 はい、さあ仕掛けてますね、ウルト仕掛けてますが、これは骨川スジエモン選手止まらない。そしてバークナー X 選手との素晴らしいコンビネーション。さあジャックスかなり強いですね、育ってきてますよ。さあバークナー X 選手たら Q はきっちり回す。選手は逆に弾いて一気に攻勢に生じるものの、逆にバグネックス選手も仕掛けている。さあレオナのウルト、ジークスのウルトはどこになるか。ゴリラ選手に LCC がもう何にも残っていないので、さあそのまま集団戦がどうなるか。あったらユタプロイル選手の毒が、そしてゴリラ選手がフリー。ゴリラ選手きっちり引きしたから、素晴らしい動き。さあイアン選手これは逃げざるを得ないか。さあフラッシュして、まあ選手のカーマがここは当たらないか。ただユタプロイル選手多めに使って、ゴリラ選手が止まらない。さあバクナックス選手をたまらず見えた。これはゴースト発動、チェイスする気満々。チェイスがさすがに9でタワーに逃げ切るんですね。ああ、ただ行きますかまだ行きますか。さすがに、はい、そうですね、今沖縄の虎は、本来このルシアンが一番育っているので、はい、Z を消した後にルシアンにウルト、CC を固めないといけなかったんですけれど、はい、全てフロントライン前衛に対して、まあ、無駄打ちというわけではないんですけれど、はい、前衛に、消費してしまったので、終始ルシアンが後ろでフリーダメージ出していましたね、はいはい、あとジグスのウルト等はかなり、ルシアンに当たるコースだったんですが、ゴリラ選手しっかりとそれを避けて、避けた上でまた再び戦線に参加したといういい立ち回りでしたね。はい、はい、いやー10キル0です、7アシストですからね、なんと言っても。はい、ゴールドさ AD キャリー同士凄まじいですね。アイテム差がですね、丸々1個ついているので、はい、あーさあスロス選手のウルトからもうこれは逃げれない。完全アサシンと化してますが、さあそして赤トリンケットで青バフが欲しい。ゼロは青バフ持ってるだけでかなりいいのポテンシャルを持つんですが、爆弾 X 選手はきっちりスマイトで防ぎましたね。ただヤング選手が捕まるか逃げ切ろうとしてますが、ユタプロイル選手が追いかけてアネラス選手のスロー。さあたまらずゾーニャですが、シンジロは待ってたとばかりで、ゴリラ選手のウルトも綺麗に一直線。さあただ骨川スジエモン選手とライオナのリアルガールサポート選手、素晴らしいコンビネーションが入っているが、さすがにバロン持ち、ゴリラ選手フォーカス的なのもきっちりダメージ出してジャックスデッド。さあバイトのチェイスはユタプロイル選手、これは行くのかと思いきや、さすがに行きませんね。まあ、沖縄トラはですね、先ほどから、はい、まあ、今当たっても勝てるわけがないので、はい、せめてちょっとサイドレーンでファームを稼ごうというような動きをしているんですが、はい、そういった動きをすると Z に間違いなく1対1で消されてしまうので、そうですね、はい、まあまあ、こうなってしまうと、どちらか片側のジャングルの視界をもう完全に掌握して、でそちらのレーンを安全にファームすると、はい、今日の第一戦でそのような展開がありましたけど、はい、そういったことが必要になるんですが、なかなかそうする余裕もないということで八方塞がりですね。はい、トップレーンは安全圏なんですけど、トップレーンを押しちゃっている状況なので、ね、はい、なかなか辛いですね。もうここも見えてますからね。ファームする場所がないというのはかなり辛い。そうですね、あと FM 側としてはわざとファームここおいでというように誘っておいてそこにセロスさんが先ほど再起していたのがボットの、はい、出来事なので、なるほど、はい、そんな中また行ってますが、またそうですね、まあ、これは行きます ね、 これ、 すね、はい、これがおいでよってやつなんですね、はいはい、 まあ、これはさすがに、リバーに達しているのでグレーブスも諦めましたが、はい、あーでもこれここにいるの分かってるんでちょっと狙いに行くような動きですね。さあピンクワードを排除され、沖縄のトラ非常に苦しい展開ですが、バクナン X これは待っていたが、マー選手に仕掛けますが、逆に掴む、それを掴む、そしてランタンを置いてゼロが来るのを待つような動き。ゼロが追いつく、セロス選手追いつく。さあそして前線イエール、さあ入っている、ゼロが1キル拾って止まらない、セロスが止まらない、なんというコンビネーション、これは素晴らしい連携フォーカスミー。
沖縄は本当に自分たちから仕掛けようとはしているんですが、はいはい、また、まあ、ミニマップをご覧いただければ分かるんですが視界が全くないので、はい、仕掛けるのが現実的に不可能なんですね、はい、さあこれはグッドゲームなりそうですかね。じゃあ終わりますね、はい、デスタイマー的には、はい、さあ骨川筋江も最後の意地を見せて全員5人にスタンは決めているがエグゾーストというエグゾーストをかけられて最後に意地を見せてのネクサスを殴ってどうやら、2戦目勝ったのはフォーカスミーとなりました。